中国、安山の千山風景区中国、安山の千山風景区仙山は、中華人民共和国領年省安山市の南東18キロメートルの山地である。古くは、赤水山と呼ばれていた。またの名を千町山、地下山、千田蓮花山と呼び、峰の数が999あると言われ、千に限りなく近いた目千山と名付けられたと言われる。 長城山脈の島脈である千山山脈の中にあり、これは、遼寧省の東北から南西に向かって、両養市、海上市、二州市、区域和を満足自治県、近州区まで実に長くに百数キロメートルに及ぶ。手法は、安山市東南に位置して、海抜708.3メートル。手法を確認して祈岩が織りなし名称が多い。 国家クアット永久で千山風景区と呼ばれ、中南部景区、大仏景区、西海景区、五覧山景区に分かれていて、その景色は、東北名玉と称えられている。名称古跡は200所以上を数える。中国の仏教五大聖地の一つで、今から千四百年ほど昔の北魏の時代の足跡が残っており、隋、唐の時代に岩病が建てられている。そこしでら、 流泉寺、高岩寺、中海寺などの七つの寺があり、一日中将校が絶えず、宮間に、鐘の音が響く。病の一つ南西安の対面の山頂に高さ七十メートルの千山、弥六大仏があり、中国三大巨仏の一つで千山大仏説が、毎年6月6日に行われる。寝代に道教が入ってきて、無量観など十2つの観や在福宮など九つの、伝道。 十つの世のを有する。中国全土の森林割合は13%と非常に少ないが、千山の森林割合は97%に、達し多くの樹木が茂り、たくさんの花が咲き、多くの動物が生息する。ありがとうございます。